今までは JOCV に参画してからコロンビアでどういう生活をしてたのか、どういう業務を行ってたのかっていうところをお話しいただきました。ちょっとこれからですね、その経験を生かして今何をしてるのかっていうところもお聞きできればなと思ってるんですけど、実際コロンビアから戻られた後、一番最初に始められてたのってどんなお仕事なんですか？帰国後はこれから何をやっていくか悩んで、いろんな仕事を受けて、でも結局コロンビアの在家で行われているプロジェクトを少し手伝ってほしいっていう声がかかって、またコロンビアに戻ります。そういうことなんですね。じゃあ実際あんまブランク開くことなく、コロンビアにもう一回働きに行くような。そうですね、半年ぐらい後に1ヶ月半だけなんですけど戻りました。具体的にそこでは何されてらっしゃったんですか？紛争被害者のソーシャルインクルージョンプロジェクトっていう専門家の事業があって、はい、でそこの専門家の手伝いっていう感じでした。なるほど。実際に紛争の被害者の方を対象としていて、立場を底上げしようとか、そういう感じなんですか？そうですね、その障害を持っている方々が自分たちでこう権利を獲得していこうっていうプロジェクトでしたね。ただ紛争被害だけではなかったんですけど、実際はでもいろいろな視覚聴覚身体、いろいろな障害を持った方がそのプロジェクトに参加しているっていう感じで、日本でもそういう方々と関わることはなかったので、さまざまなこう社会での生きづらさを抱えている人たちと関わるような仕事でしたね。なるほど。実際じゃあそれを経てもう一回日本に戻られる感じですかね。戻られた後、日本でどういうお仕事されてらっしゃったんですか？日本ではコロンビアでいろいろな障害を持ったりとか、生きづらさを社会で抱えている人たちに会って、日本でもそういう方々がいるんじゃないかなって思ったことと、教育に興味があって大学で教員免許も取っていたので、日本の小学校で特別支援教育に携わりました、うんうん、ただその時同じようなタイミングで大学の時にお世話になった先生から、うん、新しいプロジェクトをやるんだけど一緒にやらないかっていうふうに誘っていただいて、はいはい、フィリピンに日本の方々、日本人、うん、に限定してるわけではないんですけど、日本の子供だったりとか、日本でこう心理的に閉塞感があったり苦しい思いをしている人たちをフィリピンの村に連れて行こうっていうプロジェクトを始めて、付き添いっていう形でフィリピンに行きました。なるほど。じゃあ日本に戻られてからは小学校で働きつつも、大学の先生に紹介されたフィリピンとのつながりっていうところで、そこも業務されてたっていう感じなんですね、はい、でこのフィリピンっていうのがさっきお話しした、はいはい、大学時代にフィールドワークに行った村なんです。なるほど。その同じ先生だったので、はい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 、その村に日本の方々を連れて行ってホームステイをして過ごすっていう風なプログラムを行っています。なるほど。そこのフィリピンの人たちのつながりっていうところって、それって民間でされてたんですか、それとも NGO、NPO とかそんな感じなんですか？はい、その先生が一般社団法人を立ち上げて、そこで行っているっていう感じですね。その組織のお名前とかも聞いてもいいですか？はい、一般社団法人ヤンバアソシエイツ。ヤンバアソシエイツ、はい、そこが先ほどおっしゃっていただいたようなフィリピンのところで実際過ごすみたいな感じなんですか？そうですね、何日過ごしたいかはその人によって違うんですけれども、一番短いのだと1週間ぐらい村でホームステイをしながら自分にしたいことに挑戦するっていう感じ。なるほど。本当にフィールドワークみたいなイメージなんですかね。でもこう何か調査をしに行くっていう感じではないので、ただただ村の人と過ごしたり、船に乗って魚を釣りに行きたいとか、フィリピンではそのお祭りの時に豚を丸焼きにするので、屠殺を体験したい。なるほど。陶芸が興味があるので現地の陶芸館のところに行ってみたいとか、あとはフィリピンの学校も体験してみたいということで学校に行ったりとか。実際今もそれってやってらっしゃるんですか？今残念ながらパンデミックの影響でできないんですけれども、はいはい、その前とか、あとパンデミック明ければまた再開する予定です。なるほど。今まで参加されてた方とかっていろんな体験するわけじゃないですか。多分今まで自分がしたことがないような体験もすると思うんですけど、どういう声をいただくことが多いんですか？そうですね、今まで日本でこうしなければいけないって、こう強く思ってたことが、意外とそれはしなくてもいいのかもしれないっていうような経験が結構あって、例えば服装一つとっても、外に出る時には誰に見られてもいいような格好をしなきゃっていうプレッシャーがあった青年がいたんですけど、はい、村の人たちを見ていたらこう T シャツだとか上半身も服を着ていなかったりとかして、思い込みだったなっていうふうに思った
あとは気持ちが少し楽になったっていうふうに彼は言ってましたね、うんうん、まあ、そうですよね、まあ、日本にいるとこれが当たり前みたいな感じで思う一方で、途上国に出たらそれが全然当たり前じゃなかったり、むしろ日本だけが当たり前っていうこともいっぱいありますもんね。そうですね、いろんなところに行けば行くほどいろいろな地域の常識だったり考え方だったり、うん、見ることで自分自身の物差し、これは好きとかこれは嫌いとか、これはこうしたいとかこうしたくないっていう自分自身の物差しができていくと自分基準になれるので、うん、結果的に心が楽になっていくのかなっていうふうに思います。いや、それはすごくいい機会ですよね。なのでもし興味がある方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てみて参加してください、はい、っていうところですね。固定のプログラムだけではなくて、例えば1年間行きたいとか、うん、ホームステイはちょっとしたくないけどとか、はい、個々のニーズに合わせてプログラム組んでますので超柔軟です。なかなかないですけどねこれがやりたいって言ったらなんとかそれができるようにしますので、はいはい、ぜひぜひ。じゃあもういわゆる個別に合ったような形で調整もコーディネートもしてくださるような感じなんですよね、はい、もう少しでも興味がある方、まあ、多分海外とか途上国に興味あっても実際に踏み出せない人たちも結構いらっしゃると思うので、興味がある方はぜひご相談してくださいっていうところですかね。はい、ありがとうございます。で、ヤンバーアソシエイツで活動しつつ、今はまた別のところでも働かれていらっしゃるんですか？はい、今は小学校で英語教育の講師をしながら、うん、区が運営している居場所というところでスタッフをしています、うん、なるほど、パラレルキャリア、ヤンバーアソシエイツで働かれてて、ね、小学校の英語教員してて、居場所っていうところでもスタッフされてると。はい、まあ、それ以外も行ったらいろいろあるんですが、はい、大体そんな感じです。もうキャリアウーマンですねいや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 、自分の好きなことをゆっくりとやっているっていう感じです、うん、ありがとうございます。ちょっとそこで深掘りしたいなっていうところが、まず小学校の英語の先生っていうところで、具体的にどういうことをされてるのかだけちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど、はい、小学校 5,6 年生の英語の授業を担任の先生とチームティーチングで行うんですけど、まあ、教科書に沿って進めていくんですけど、今までの経験で言語は使うものだっていう認識があるので、なるべくその使う機会っていうのを提供するようにしています。で、一つはコロンビアでお世話になった友達を Zoom で呼んで、日本の子どもたちと交流してもらう、英語を使ってとか、まあ、時にはスペイン語を学んで、で、自分が普段学んでいるものが実際に使えるっていう体験をしていくっていうことと、あとはやっぱりその目の前にいる人間と共通の趣味があったりするとすごく嬉しくなるみたいで、その後の勉強もすごくはかどっているなっていう感じがしています。いや、なるほどですね。普通の学校とかだと英語の先生って言っても英語の文法だけ教えられるだけだとか、実際に海外とのコミュニケーションの、まあ、コネクションを持ってる方がいらっしゃらないんで、そういう観点で言うとジュリーさん本当に強いですよね。なかなかコロンビアの人と日本の学生ってつながることないんで、実際に英語を使ってみて楽しんだりだとか、使えるんだっていうのを実感してもらうっていうところで今英語の先生されてらっしゃるって感じですよね、はい、あとはちょっと土地柄、まあ、東京都で行っているので、はい、外国人の方もすごく多く住んでるので、それを認識してもらうために YouTuber 風のビデオを撮って、はい、そこの区にある、はい、この前はキューバ人の方がやってるレストランを訪問して、うん、料理の紹介をしてもらったりとか、すごいスペイン語を教えてもらったりとか、そういう動画を作って子どもたちに見せたりとか、はい、まあ、そうすることで、あ、実際私たちは一緒に暮らしてるっていうのが認識できるし、実際その訪問してコミュニケーションを取ってみるっていうこともできるので、まあ、それをきっかけにインタビュー動画を撮ってきてくれた子どももいて、インド料理屋に行って面白い、インタビューしてみたとか、そういうこともありますし、あとはその旅を続けているので、私が旅先で見てきたものを、うんうん、授業の中で紹介したりとかっていうことも行ってます。なるほど、もういわば異文化交流ですねそうですね。ちなみに英語の先生の傍ら、今居場所っていうところでも働かれてるんですよね、はい、具体的にどういうことされてらっしゃるんですか？まあ、その居場所自体は平日週5日10時から7時まで開いていて、ただ場所なんです。なので好きに過ごしてもらうんですけど、ビデオゲームしてる人もいれば、ボードゲームしてる人もいれば、スタッフと話してる人もいれば、勉強してる人も、もうそれぞれ自由に過ごしてもらうっていうところで、私たちはまあその環境を提供するっていう感じですね。実際そことかに来られる方って何か悩みがあって来られてる方が多いんですか？悩みがある人もいますね。関係を築いていくとそれを話してくれたりとか、東京で家族から離れて寂しい生活をしている人もいますし、なかなか家族とうまく関係を築けないっていう人もいるので、私たちもそのアットホームな話しやすい環境を作るっていうのを心がけています。なるほど。じゃあ最後になんですけど、ジュリーさんっていろんな国にも行かれてると思うんですけど、いろんな国に行かれたからこそ日本をどう見てるのかっていうところをちょっとお聞きしたくて、どうですかね、はい、
まず文化的にすごいユニークで興味深いなと思うんですけど、やっぱり最近感じるのはすごく孤独感がある人が多いのかなっていうふうに思っていて、自分自身も東京で家族とは一緒に暮らしてないっていうところで孤独感を感じることもあるんですけど、そういう核家族になってなかなか例えば家族ともうまくいかなかったらもう何も手がないっていう人もすごく多いなと思っていて、もう今はやっぱり自分の好きなこととかどんどんコミュニティを作っていかないとすごく孤独になっちゃうなっていうふうに思っているので、広くて緩いつながりの中で誰も取りこぼしたくないなっていうふうに思いがあって、なので居場所だったりとかフェリピンの事業だったりとかしながら人とこうつながっていくってことを大切にして、みんなが血縁関係がなくてもこう頼ったり頼られたりっていう関係ができていくと、その孤独感も少しなくなっていってこうハッピーになるのかなっていうふうに思ってます。なるほど。ジュリさんが国際協力っていう枠組みの中でちょっと見た時に、ジュリさんが考える国際協力って何なのかっていうところもお聞きしていいですか？もともとやっぱり国と国っていうよりは人と人っていうイメージがあって、人と人が協力する、学び合うみたいなことかなと思っています。実際私も国の代表ですとかっていうふうにあんまり思ってなくて、誰々さんと私っていう関係性の中でお互い持ってないものを学んだり幸せになるためにこう学び合うっていう感じかなと思います。なるほど。実際ジュリさんが国際協力に今後携わりたいなって思った人たちにアドバイスするとしたら何アドバイスしますか？はい、私もそうだったんですけど、自分の専門性ないかもっていうところから始まって、でも自分の興味があることを少しずつしていくと、仲間もできてきますし、これ興味あるんだよって叫ぶと向こうから仕事がやってきたりとか、こういうチャンスが舞い込んでくるので、興味があることを発信していくっていうのはチャンスにつながるのかなと思うので、ぜひみてください。そうですね、自分がやりたいなと思っていることも発信することで何かが変わるっていう可能性もありますし、ちゃんとそれを発信しないと何もそこにチャンスは生まれてこないよってことですかね。はい、ありがとうございます。ちょっと今日はいろいろお話しさせてもらったんですけれども、本日はジュリさんにお越しいただきましたのでありがとうございました。ありがとうございました。